こんにちは、着付け講師のスタオです。今日は福岡県にあるアクロス福岡さんにやってきております。京都着物市場さんのイベントでゲスト出演させていただきということでやってきました。今バックヤードにいるんですけど、ちょっとすごい賑わってる感じが聞こえてきますね。今日はちょっとね、朝雪がちらついてるぐらい結構寒い日です。でお外ではこんな感じのコーディネートだったんですが、着物は結城紬の色無地なんですけれども、生地がちょっとキラッとしててあったかいです。で長襦袢はやっぱ寒かったんで正絹のものにしました。どちらも頂き物なんですけど、ボタン染めの草木染めでちょっと紫色が入ってて着物とぴったりかなと思って、この色が気に入って選びました。この着物縫い物が入ってます。紬なのでカジュアルではあるんですが、ちょっと改まった感じが出るかなと思って選びました。で帯はミンツズレの袋帯です。20代子にしています。色がいっぱい入ってるので着物と合わせやすくて気に入ってます。鳳凰の柄でおめでたい感じを出しました。で帯揚げは素直オリジナルの焦げ茶色、帯締めは三部紐、着物と同系色の濃い紫で締まる感じにしました。で帯留めはこちらは頂き物なんですけど、水引きのちょっと黒が入っててキリッとなるかなと思ってこちらを選びました。で草履はカフェ草履銀狼で、草履ピアス合わせてます。着物に合わせて紫系のアメジストモザイク型を合わせました。バッグはこちらサフランバッグ2023年バージョン、こちらを合わせました。それでは今から3回講演会がありますので、ドキドキ頑張ってきます。こんにちは、着付け講師の素直です。本日はお越しくださいましてありがとうございます。で襟合わせのこの着物の下前のとこがちょっとプカプカ浮いてきちゃうっていうお悩みです。おじいをもうちょっと広げた方がさらにいいと思います。この着物はダンスの着物を分散させることです。本当に着物が好きで本日はありがとうございました。講演会が終わりました。とっても元気をいただきました。来てくださった皆さんありがとうございます。また博多来させてもらえたら嬉しいなと思います。着物文化を広めてタンスの着物循環させるためにこれからも頑張ってまいります。着物について困ってる方がいらっしゃったらそれを解決できるように精進してまいりますので、これからも応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。